どうもしゅんです。こんにちは。今回は前回に引き続きニットンさんというメーカーの業界でめちゃくちゃ大手の企業さんに取材させていただいております。この動画を通じてメーカーの業界研究ができたらなと思ってます。そんなニットンさんの2年目社員の方に今回はインタビューさせていただきます。で、皆さん1本目の動画も出てるのでぜひ概要欄から見ていただけたらなと思ってます。簡単に自己紹介お願いします。エレクトロニクス材料事業部営業部半導体グループの高山佳子と申します。回路材事業部開発部今泉拓と申します。お二人の今後のお話なんですけども、ニットンさんでどういうキャリアプランを描いてるかとか、こういう形で活躍したいみたいなお話を聞きたいなと思ってるんですが、今は半導体グループっていうところにいるので、うん、半導体についてのエキスパートというか、はい、まあ、そういう存在になれたらいいなと思ってるので、うん、今は営業としてですけれども、はい、まあ、営業じゃなくてもいろんな角度で、うん、半導体に関われたらいいなっていうふうに思ってて、うん、まあ、その中の一つとしても海外駐在とか、うん、まあ、そういったところも視野には入れて、これからプランを考えていきたいなっていうふうに思ってます。半導体のエキスパートってどうやって上がれるんですか？難しい質問ですね。尊敬する先輩みたいなの社内にいらっしゃるんですか？そうですね、社内の方々も半導体に携わって長い方も結構いらっしゃるので、私が分からないことを質問するとそれまでっていういろんな角度から教えてくださるので、まあ、そういうのを見ててすごくかっこいいなっていうふうに思ってます。ちなみに営業されてて、はい、そこから例えばマーケティング部署に移動とかってありえるんですか？そうですね、部署は変わったりっていうのもありますし、はい、と同じところもいらっしゃる方もいますし、はい、それは様々です。私の場合は直近では、私今在籍してます ICT 事業部門の新たな柱となる電気材料の開発に幸いなことに携わらせていただいてまして、はい、まずはそこをしっかりと立ち上げていくといったところはやっていきたいなというふうに思ってまして、うん、そこから今いろいろなものづくりの見方、プロセスの見方とかというのを学んでいって、10年後には市場調査をしながらですね、お客さんのニーズに応えられるようにチームを牽引していけるような人材になっていきたいなというふうに思っております。こういう人と働きたいとか、お二人的にこういう方々が活躍しているみたいな人物像っていらっしゃいますか？新しいこととか挑戦だったり、うん、変化とかを楽しめる人がすごくいいのかなっていうふうに思ってて、うん、新しいことをどんどんできる人、自分がこうしたい、うん、何をしたいっていうのをしっかり持ってる人がどんどん活躍していけるんじゃないかなっていうふうに思って、うん、会社に依存しようとかっていうマインドじゃない人の方が活躍できるし、結果的になんか働いても幸せになってるって感じですか？そうですね、はい。研究開発ですと、研究室に配属されてる方っていらっしゃると思うんですけど、そこからこう全然違う分野に配属される方っていらっしゃると思うんですよね、はい、そこに抵抗感が最初はあってもいいと思うんですけど、もうずっとやだやだって言ってるような人はやっぱ向いてないのかなっていうふうにありまして、やっぱりそこはやっぱ変革を求めるようなチャレンジできるような人材がいいのかなっていうふうには思いますね。イメージ保守的な人多いのかなと思ったりもしてたんですけど、結構挑戦的というか自分でやろうっていうマインドを持った方が多いというか。そうですね、同期とかを見てても結構、はい、自分はこうしたいっていう、はい、しっかり軸を持ってる人はすごく多いので、それは刺激にもなります。そうですね、はい、ニットンならではだなとか、働いてこう良かったなみたいなポイントとかって他にございますか？福利厚生はすごく恵まれてるなって思います。どんなのがあるんですか？住宅補助だったりとか、はい、しっかりとした補助を出してもらってるので、そこはすごく恵まれた環境だなと思っています。ニットンの社内にいると自分の成長ってやっぱりなかなか感じられない時もあったりもするんですけども、はい、大学の時の同期とかと喋っていると、あ、自分って意外といろいろなことをやらせてもらってるんだなとか、結構成長してるなとか、はい、というところは気づくことが多いなというふうには思いますね。どういう時に気づくんですか？まあ、一つの製品を作るにあたっていろいろな工程があるんですけども、ここの部分も少しこういう条件でやったらいいんじゃないって言ったところの自分の提案っていうのが半年ぐらいでできるようになったなって言ったところは自分の中の成長と感じてますね。今回はニットンさんに取材させていただいたんですけども、若手が挑戦する風土であったりとか、楽しそうに働いてるっていうところで、結果的になんか会社が伸びてるっていうところを実感できて、すごく福利支援の勉強になりました。下の概要欄にニットンさんの情報は載ってあるので、ぜひチェックしてみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。